田中パウロ純一です。お願いします。田中パウロ純一、レノファ山口所属、ハーフ系 J リーガー。YouTube 始めたんですけど、どういうのをやったらいいか分かんないんですよ。やっぱりちょっと去年パウロ君って言ったらゴールパフォーマンスやらかしたと思うんでちょっとそこからまずかなと思ってます。僕は、はいはいはい、そうですね。まあけどあれですね、みんな同じようなパフォーマンスとかばっかりで。そうですよね。だからサポーターの方と盛り上げれるようにやっていけたらいいと思うんで、サポーターの方と盛り上げれるようにやっていけたらいいと思うんで、サポーターの方と盛り上げれるようにやっていけたらいいと思うんで、ちょっとゴールパフォーマンスやっていきたいです。いいですか。はい。じゃあ何個か見せてもらって、一番票が多かったのを今シーズンのパウロ君のゴールパフォーマンス。ああいいっすね。でいいですか。はい。でコメントでみんなに書いてもらって。めっちゃいいっす。それでいきましょう。いいですか。はい。じゃあゴールパフォーマンス何個お願いします。はい、オッケーっす。じゃあ1個目紹介します。お願いします。いきます。木村フィリップミノルポーズ。ご本人からも許可をいただき、昨年から使い始めたゴールパフォーマンス。よし。では2個目いきます。お願いします。お尻歩きでハッハッハ。大好きなクレヨンしんちゃんの動きとプロサッカー選手の身体能力を掛け合わせた高難易度のパフォーマンス。3つ目いきます。お願いします。マキヒカみたいなやつ。ケイスケホンダの敬礼をモノマネしているマキヒカのモノマネ。なんやこれややこしい。次行きます。お願いします。しゃ。ちゃうね。カメラにディープキス。画面越しで見ているサポーターとキッスを疑似体験。ちょっ、はあ、いきます。次お願いします。しゃ。四足歩行で膝下スリスリ。とある動物の動きからヒントを得た。プロサッカー選手史上最も難しいパフォーマンス。ということでいっぱいやったんですけど、今年めっちゃ悩んでるんでゴールパフォーマンス、皆さんコメントで投票してほしいです。よろしくお願いします。いっぱいコメントして。順位ハゲはいらんから。順位ハゲは隠してるから、絶対に絶対に隠してるから。